いよいよ明日だね、ツナ君。結局、忍者野郎には逃げられちまったし、こうなったら10代目の体当たり演技にかかってますからね。そんなプレッシャーかけないでよ。大丈夫、ツナなら生きるって。ありがとう、山本。極限の演技を楽しみにしているぞ、サラ。ランボさんが主役を食っちゃうもんね。ギミ、ランボやっつけるよ。おめえら、台本にないことやらかしやがったらぶっ殺すからな。大丈夫っすよ、10代目。楽しんでいきましょう。そうはいかねえぞ。盛り上げねえか、噛み殺すからな。てめえ、10代目に余計なプレッシャーかけやがって。リバリの言うことなんか気にするな、ツナ。いや、それリボンだから気にしないよ。僕はここにいるよ。リバリさん、いたんですか？げっ、こっちが本物だったのかよ。気づかなかったぜ。そんなんで俺の変身に文句言わないでよ。僕の偽物がいた。失敗したら神殺す。俺一人の責任ですか？大丈夫よ、ツナ君。きっと面白くなるわ。明日が楽